日本医科大学千葉北総病院は千葉県印西市鎌刈りにある病院である。学校法人日本医科大学が運営する大学付属病院として1994年1月26日に開院した千葉県災害拠点病院臨床研修指定病院に指定されている千葉ニュータウンの東に位置する日本医科大学院は医療学園都市構想 インバヒテックの中核施設として1993年4月12日に日本医科大学看護専門学校が開校。1996年7月に千葉県より災害拠点病院の指定を受けることになった。1999年によりインバ三部地域では2番目の救命救急センターを設置。2001年には全国で初めてドクターヘリを導入。 その基地病院として県内はもとより県外の重症救急患者の救命率向上にも寄与している。2004年3月24日からは日本初の救急搬送支援システム MMAX を導入。救急車が緊急走行する際、信号規制御で交差点を優先的に通過させる現場急行支援システムと救急車の救急走行時の通過地点を医療機関に伝える。 車両通行管理システムを統合したシステムで円滑な救急搬送を可能にしている。50km 圏内へ離陸から約15分以内に到着することができるようになった。北総病院はもちろんのこと、千葉県救急医療センター、千葉大学医学部附属病院、成田赤十字病院、総合病院国保朝日中央病院、亀田総合病院など広域にわたって、 重症患者を運ぶ。北総の5 0トル圏内の北側約3分の1は、茨城県側にかかることから、稲敷広域消防本部、鹿島地方事務組合消防本部、加工広域消防本部などと連携し、茨城県側の重症患者運送も担っている。運行に要する費用は1年間で約1億8000万円で、国と県が負担することになっている。また、 県内では、県単独事業として、2009年1月に、機密中央病院にもドクターヘリが配備された。A6 大学附属病院として、ドラマのメインロケ地となり、ドクターヘリと合わせて放送された。商用大学附属北部病院として、ドラマのメインロケ地となり、ドクターヘリと合わせて放送された。また、ドラマの放送に合わせて、ヘリポートの改装を行った。 ドラマの中で救命医師が着ている青いユニフォームも同病院のものがモデル。医療監修、医療指導も同病院救命救急センターの松本直医師をはじめとするスタッフが担当している。作中で千葉北総のドクターヘリが映り込むカットもある。どの路線も一律大人300円、子供150円である。成田国際空港第二ターミナルビル地下1階に クリニックがある。ありがとうございます。